ジャッジは2014年1月11日公開の日本映画、国際広告祭での CM 審査の裏側をコミカルに描いたコメディ映画、松竹配給。映画のキャッチコピーは恋と仕事、人生最大の審査。企画自体は約5年前から進行し、2013年7月に制作と主演の妻吹里氏と北川稽子の出演が報道された。 同年8月8日にクランクインし、9月7日にクランクアップした。二人以外のキャストは9月11日30日に発表された。監督は、サントリーボス、ゼロの頂点、ダイハツ工業、日本のどこかで、サントリー、グリーンだからなどを演出してきたクラブ A の現役 CM ディレクター、長井里志。2005年のオムニバス映画、犬の映画に次ぐ監督作品で、 本作が長編映画デビュー。脚本の沢本と約10年の進行があり依頼を受けた。脚本はソフトバンクモバイル、ホワイト家族シリーズなどを手掛けた電通 CDC の現役 CM プランナー、クリエイティブディレクター、沢本義満1990年代から国内外の広告祭で審査員を多数務めてきた。 沢本は主演の妻吹里氏がこれまで出演してきたトヨタ自動車ドラえもんシリーズや東京ガスガスパッチョの CM も手掛けた映画は2008年の犬と私の銃の約束以来本作では小竹配給映画で恒例となっているオープニングロゴが使用されていない台湾と香港でのタイトルはそれぞれ名取表新員と広島国際 個性大手広告代理店、現通社員の情熱はあるが落ちこぼれな若手 CM プランナー太田木一郎が主人公。アルファベット表記では名前が同じになることを理由に上司の大滝一郎から世界一のテレビ CM を決める最大の広告祭、サンタモニカ国際広告祭の審査員の仕事を押し付けられる。大滝からの情報で出発前に 窓際社員の鏡さんのもとで、各国代表と当たり合うための特訓を受けることにし、さらに広告祭には、女性同伴で赴くのが懸命と気づく。苗字の読みが、同じの同僚、大田光に夫婦という設定での同行を懇願し、二人で現地に渡ったものの、自社が出品した、竹和堂の CM を入賞させなければ、大田は会社をクビになってしまうという事実を知る。 全国253スクリーンで公開され、2014年1月11、12日の初日2日間で、公衆9369万6300円、動員7万2526人になり、映画観客動員ランキングで初登場第6位となった。劇中のペン回し指導は、ペン回しパフォーマーケイラが携わった。 脚本の沢本義満は広告祭について実際には大半は純粋に作品の良し悪しを審査しています。ごく一部の部分にフォーカスを当てて描きましたと語っている。監督の長井里氏が掲げた本作のテーマは好きだったことをもう一度再認識しよう。カット数や編集において CM のスピード感を意識したという。ちくわにしたのは 外国人が全く知らないものという観点からという。主人公のオ田タがバーテンダーに注文したタルカロスはスペースコブラの主人公の好物の酒で実在はしない。アニメ好きである監督が入れたという。チクワマン、チクワコちゃんのキャラクターグッズが発売された。映画のティザービジュアルのポスターとチラシが3種類が発表され映画館の支配人ごとに 各劇場で設置する一種類をジャージして選ぶというキャンペーンを展開した。公式サイトで10月31日まで実施された3種類の人気投票では、江口理科の作品が2722票、6621票で一番人気となった。それとは別に2013年11月に発表された全主要キャストが映ったデザインの本ポスター。 本チラシも存在する。第2弾として、有楽町ビッグカメラ、ビッグマルチビジョンで放映される CM 映像をジャージしてもらうというキャンペーンを展開した。A、ラブコメ編が221票、562票で一番人気となり、1月5日から実際に放映された。舞台となるサンタモニカ国際広告祭は架空のものだが、 トヨタ自動車やエースコックなどの社名がいくつか劇中に実名で出てくる。劇中に登場する白風堂によるトヨタ自動車の CM はかつて白報道プロダクツによって実際に制作、リリースされ2006年の第53回ガン国際広告祭、フィルム部門銀賞など複数の広告祭で賞を獲得した企業広告である。一方、 エースコックの劇中の CM は映画オリジナルのものである。同社からは映画公開直前の2014年1月6日に本作とのタイアップ商品として飲み干す一杯きつねうどんが発売された。なお、ちくわ堂は架空の企業だが鈴ひろかまぼこが特別協力でちくわ堂のちくわを製造し、実際にも映画の特別割引券付きで2月28日まで同社から 期間限定販売された。YouTube では劇中で使用された架空の CM がフルサイズで配信されている。2013年12月28日に本作のノベライズ本が発行された。2014年1月1日から劇中 BGM5 曲が配信限定で販売された。2014年7月9日にブルーレイと DVD が発売された。 ありがとうございます。